いいから黙って全部進撃に投資しろ。違法アップロードされた動画で進撃の巨人を主張していたとバレた海外勢の皆様、おめでとうございます。いや、皆さん今どんな気持ちですかね。どんな気持ちですか。もうバレたと、違法主張していることがバレた皆様、どんな気持ちですかね。もうコメント欄もオフにして本当にね、もうどんな気持ちなのかなと思う。非常におめでたいなとね、私は思っておりますけどもね。いやー、素晴らしいなと、思いましたね。ということで今回は、進撃の巨人及びアニメをね、違法主張している海外勢に思うことということで、話をしていきたいと思うんですけども、経緯を、話させていただきます。今週といいますか、この前、放送された最新話進撃の巨人のアニメなんですけども、和歌山県で起こった、地震の影響でアニメ中断されたんですよね。で、まあ地震に関してはね、そんな大きな被害がなくて、まあ良かったなと思うんですけども、まあそのアニメはまあ中断されたと途中で終わったんですよ。で、まあその放送っていうのが、今週の日曜日ですか、次の日曜日に、まあ先週分と今週分には連続で、放送するっていうことになってるんですよ。で、NHK でこう放送できなかったので、配信サイトもまだ配信されてない状況なんですよ。で、来週の月曜日ぐらいかな、多分配信、随時配信されていくと思うんですけど、2話、まとめてね。っていうところで、今、進撃の巨人の最新話を、まあ途中までですけど、見れる人っていうのは、日本で NHK を録画していた人だけなんですよ。だからもう日本に住んでる人しか見れないの。なのにですよ。で、まあ、YouTube にはですね、なんかアニメを視聴したリアクションを撮ってる自分をこうアップロードしている、まあ、リアクション系 YouTuber みたいなのが、まあ、いらっしゃるんですよ。で、その方々が、ね、海外ですよ。海外勢のね、なんか海外の方がアニメ見てリアクションしてるっていう動画あるんですけど、進撃の巨人のね、最新話を見てリアクション撮って動画を上げてる人がいたの。あれってどうやって見てんですかと。日本人の僕ですらね、また見れないのに、海外の皆様どうやってね、みたいなのに NHK も配信さ、放送してない海外で。っていうところで、皆さんが攻撃しましてですね、違法主張ということが、バレたんですよね、そのリアクション系の方が。で、一部ですね、全員じゃないよ。一部の方は違法主張してることがバレた。で、中にはこうリアクション系動画投稿してて、まあ今週リアクション系、まあ動画撮れないわけですから。日本の心配をしてくれた方もいらっしゃったんですよ。地震大丈夫ですかみたいな。いや、そして素晴らしいね、海外勢の方もいらっしゃいますけども、多くの、違法視聴で、まあ、リアクション系の動画を撮っていた方がもう炙り出されたと、という形でですね、今話題になっているという、ところです。で、もう、これ違法視聴っていうところ、日本も、まあ結構闇が深いですけど、海外は本当に闇が深いで、根も深いっていうところで、もう本当に今週、先週からびっくりしたんですけど、今、新エヴァンゲリオンが公開されて、まあ絶賛、公表、公開中ですけれども、そのエヴァンゲリオンがですね、YouTube に違法アップロードされたんですよ。みたいな。いや、意味わかんないじゃないですか。これどういうことかっていうと、要は劇場でこう直撮りしたね、動画のエヴァンゲリオンが YouTube にアップロードされてたの。まあ、それ多分日本人がやったと思うんだけど、まあ、頭おかしいね、もうクズみたいな、行動でですね、まあ、その動画はもう削除されてるんですが、まあ、そこに今海外勢の方のコメントがついてたんです。ちょっと読みます。これはインターネットです。一度オンラインになると削除されることはありません。まあ、消されましたけどね、どこかにアップロードされます。また私たちは日本に住んでいないので劇場で見ることはできません。これが私たちの唯一の方法で、それに対処してください。まあ、許してってことね。あなたはそれを劇場で見ることができるのは幸運ですが、私たちの残りは合法的にそれを見るのにさらに4年待たなければなりません。前回の映画から何も学びませんでしたか？合法的に見ることができればそうするでしょう。したがって文字通り他に選択肢がない場合は、偽のファンと呼ばないでください。あなたの特権を取り去らない。取りなさい。あなたの特権を取り去りなさい。まあ、要はもう、我らは見れんのやから、違法アップロードで見てもええやないかと、こう、海外勢の方はおっしゃってるんですけど、私から言うと、まあ、同情はします。正直同情はする。それは好きな作品を、でももうすぐに見られない。うん。それは本当悔しいし悲しいことだと思うので、まあ同情はしますけれども、まあ擁護はしませんよと。まあそれだからといって違法主張していいわけじゃないので、うん。そこは違うよねってちゃんと線引きしてね。まあその正規の方法で楽しむ。まあそれ4年後、まあなんで4年後かわからんけど、多分9が4年後だったのかな。まあ4年
まあ待たなあかんと、まあそれ4年待ってくださいとね。こちらの日本のファンも12年間待ったんで、はい、あなた方も頑張って12年間待ってください。というところで、本当海外ではね、違法主張をしまくってるわけなんですよ。で、今回のね、進撃の巨人、違法主張しているという、ことがね、まあこう、まあ前々からね、明るみにはなってましたけれども、もうがっつりと明るみになったところで思ったことは僕2点あるんで、話します。で、1点目は別にその配信者とか関係なくね、海外勢で違法主張している方々に進撃の巨人をね、言いたいんですけど、意見は言わないでくださいと言いたい。で、僕はですね、その別に、まあ、誹謗中傷はダメだと思うんですけど、その、見た作品、見たアニメに対して、意見を言うのは別にいいと思ってる派なんですよ。それが別にいい意見でもね、批判的な意見でも別に僕は言っていいと思うんですよ。なんですけど、違法主張してる文在で、いや、何を言っとんだと。そんな権利ないよと言いたい。で、海外勢めっちゃ言ってんのよ。まだね、ウィットがいい、マッパがいいみたいな。ずっと言ってんのよ。で、お前絶対違法主張しとるやんと。ね、別にそんなデータないよ。違法主張している人が、マッパ批判してますみたいな、ビットがいいって言ってますみたいな、データとか根拠ないけど、これだけもう、だって動画配信者よ。動画配信者ですら違法主張してんのに、それ一般の方なんてもう当たり前の息するような感じで見てるよ、多分。で、多分ツイッターで、ね、マッパクソーみたいな言ってるよ。いや、言う権利ないからね。うん。意見言いたいんだったら、マジで正規の方法で、はい。なんか、ネットフリとかだったら、海外でも見れると思うんですよね。字幕があるかわかんないけど。なので、まあ、そういうお金を落として、意見を言ってほしいなっていうのが、一つ。で、二つ目は、配信者、そのなんか、アクション、リアクション系の動画を出してる海外勢の皆さんに言いたいんですけど、いや、何稼いどんねんと。いやいや、と。で別にね、僕、リアクション系の動画は別におもろいなんて一回も思ったことないんだけど、否定はしない。その動画を上げることは別にいいと思う。うん、趣味だからね、いいと思うんですけど、いや、何を稼いどんねんとね、違法な手段でね、アニメ見とるくせに、何をそれで稼いどんねんとね、お前、違法な手段でね、視聴したところで、進撃の巨人に一銭も、一円も入らんのに、お前のとこだけ金入っとるって、いや、おかしいやんと。ね。思うわけ。だから、まあ、あなた方が稼いだお金をどう使ってるか知らんけれども、今後はね、今後もその違法視聴で、ね、見るアニメで、そのリアクション動画撮るんだったら、ね、いいから、黙って全部進撃に投資しろって。まあ、そういう話なんですよ。もう全部、もう Google さんからいただいたお金を全部進撃の巨人に、もう流していただいてですね。まあ、もうそれでも、まあ、もう動画同情してる側なんで、チャラということで。はい。良くないけどね。良くないけど、まあ、チャラで、全部進撃の巨人に流してください。はい。か、マッパになんか寄付してください。ということで、まあ、今回の進撃の巨人の、まあ、事件で、違法主張している海外勢がめちゃくちゃ多いと、もう完全にもう明るみになったというところで、私がまあ言いたいのがですね、まあ、なんでね、海外勢が見れて、わしが見れんのやと。わしも早進撃の巨人見たいんじゃと。ディヴァインの戦闘シーン見たいんじゃと、そういう話でした。以上です。